はい、これ電源ボタン押したのかな。そうかも。あー、なるほど。こういう、わかんないですよね、機械系、何も買わんけん、家電とかだったら10年かなってかも。こんな持つとかで持たないっすか。8年じゃない、3、4年のイメージだった。それはないと思う。あ、でも実家のやつみたいな。あ、実家めっちゃ使うね。ちゃんとしたの買うね。実家やったね。立てみろ。え、美咲くんってだいぶ下？いや、私の一個上。ああ、そうなんや。まさゆみたちと同じぐらいかと思った。ナイスシュー。です。さんめっちゃ決めるよね。うん、すごいですね。うお。やだ、いいです。2個前です。すごい。いい人や。え、だいぶ年上やろ、多分。1個上？30近いよね、多分。自分だって自分もう26。わあ、やばいよね。やばい。あー、おっしゃす。26。しかももう27の年よ。今26。来年そう27の年よ。そう考えるとやばいよね。やばい。いや、もう荒っさわやん。ちょっと自分で私言わなかった。荒っさわってやばいよね。やばい。でも嵐も30超えてるからね。いや、嵐はね違うね。なんかあれ、知り合いのバーに、生田斗真が来たとか言っとった。福岡ですか？福岡、なんか今、なんかやっとうとかやの。いいな、行
生田斗真になりたい。いいな、バー行きます。けどなんかあれ、あ、カメラにカメラの前で言えんことだ。なるほど。いや、そんな大したことじゃないよ。めっちゃくだらん、めっちゃくだらんこと。そうそう、ジャニーズに訴えられたら無理切る。この映像を見られてジャニーさんに、いや、幸せでしょ。裁判所で誰かに会えるかもしれない。訴えられてたらどうしよう。名誉毀損とかで。確かに。そうやね。あるよ。お父さんの共通の友達と言ってます。